どうも小桜です今日は30日ですね夕方ぐらいですねんでまあねこの土入れしてから、まあ、そんなになんかねでもしっかりしてきてますね葉自体は結構しっかりした感じなんですよねんでこの間食ったほうれん草 これね、ちょっと伸びてきた感じはあるんやけど、猫、ね、の間と比べて。ただ、んーちょっと、先っぽとかは枯れ気味なんで、中から新しいのが、まあ、入ってきてるっていう感じになるんでしょうね。多分。んで、まあ、 特別にね、分けて置いてある、まあ、兄貴分の方ね。まあ、順調ですよね。で、真ん中センターから、またなんかちょっと出てきてますね。で弟分は、一生懸命頑張ってます。そして、まあ、言わずと知れた、 まあ成長する分では優秀なのがこのネギたちです。ねもう奴隷カット、白ネギだけはね <laughs>、時間かかるのはね、これ仕方ないんですけど、他のはね、もう、もういつでも好きな時に好きなところをカットして食べてももう大丈夫っていう、そんな状態です。まあ今日はこんなところですかね。このまま。 もう育て方もう土入れせんでいいかなと思ってますこれはネギはこのままどん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 育っていくんじゃないかなってじゃあこの辺でそれでは